群山市長群山市は大韓民国全羅北道北西部の市。港湾都市として発展。日本家屋をはじめとし、日本式寺院など日本と関連の深い近代文化遺産が多く残っている。近郊下流南岸に位置する。北は近郊を隔てて中西南道所川郡と接し、西は郊海に面する。南は全ヘラ北道近、堤市、東は マスヤマに接する。航海を隔てて、中国の山東半島に近い。沖合には古軍山群島が所在する。沿岸には、近津美市を経て、南の武安郡にまで広がるセマングムという大きな干潟があるが、ここで、韓国最大級の干拓事業である、セマングム干拓事業が進行している。海に面するため、全羅北道の中ではそれほど、寒さは、 厳しくない。昔の軍山税関元々市街地は、くだらの馬に資料東部は、鹿羽山軍で統一白木時代の757年に、陽光県林み軍と解消されたが、貧しい漁村であった。1899年の開港以来、湖南平野の米の積み出し港として、急速に発展、1906年に、陽光府に昇格した。 1910年の韓国併合直後には、軍産府に改称した。独立後の1949年軍産市と改称する。市名の起源は、李氏朝鮮時代の軍産裏に由来する。1988年代規模な国営産業団地が造成され、工業都市としても発展し、1995年には、陽光軍を合併して地域が拡大した。 近年の中間貿易発展に伴い、対中貿易港としても売り出している。2010年には、現代重工業の軍産造船所が稼働を開始したが、2015年以降の造船不況には、抗えずウルサン造船所への集約が決定。2017年7月1日、軍産造船所の閉鎖が行われた。中小企業を中心に、地域経済の不振が、 深刻化したことから、2018年4月以降、韓国政府は、軍山市などを、産業、雇用危機地域に指定し、経営安定資金、特別保障などの支援を始めた。軍山駅長江線が通る。かつては、軍山線という路線名で、増山駅から伸びる、盲長線であったが、2008年に、近港を渡った対岸の長江線長江駅までを、 結ぶ新線が開通し、長江線に編入された。新線開通に伴い、群山駅は、市街地から離れた場所に移転した。同駅は、全列車停車、大野駅は一部列車のみ停車。ソウル特別市の辰山駅から直通のセマウル号、または、無群ァ号で3時間から3時間30分。松山駅から約20分で。 タ山駅発の KTX から乗り継ぐと最短1時間半程度で移動できる。軍山空港はイースター航空が本拠とする空港である。在韓米軍の軍山空軍基地が所在する。韓国プロ野球のキアタイガースが軍山月名総合運動場野球場において年間数試合の主催試合を行っている。全州を拠点とする各局のエリアであり、テレビ局においては 市内に中継局が所在している。かつては再開放送が存在していたが、言論等配合で韓国放送公社に統合され、現在は KBS 第3ラジオの中継局が市内に所在している。ありがとうございます。